皆さんこんにちは。スクイズ速報です。今期から阿部新監督が就任し、チームカラーがガラッと変わった巨人。課題の投手陣がしっかり改善されており、現在リーグトップの成績を残しています。その一方で打力は低下気味で頻打にあえいでいます。また投手陣も厚くなるにつれて疲労が見えており、投手補強に動く可能性が高いと関係者の間で示唆されています。その中で放出の可能性が高いと言われているのが重信慎之介選手です。高いポテンシャルを持ちながらもなかなかレギュラーに定着できない重信選手。今回はそんな重信選手がトレードで放出されるのかご紹介していきます。昨年4位でシーズンを終え、長年チームを指揮していた原辰徳監督が退任となった巨人。後任監督にはかねてから候補として挙がっていた阿部慎之介監督が就任し、新たなチームとして始動します。巨人の課題は投手陣でした。昨年もチーム防御率は 3.40 でリーグ5位、先発防御率は 3.16 とリーグでも良い数字だったのですが、中継ぎ防御率は 3.83 とリーグワーストを記録。このリリーフ崩壊で落とす試合も多く、結果的に4位に低迷する理由となってしまいました。しかし阿部監督就任後はこの投手陣の改革に乗り出し、トレードなどで選手を獲得、また困ったらど真ん中に投げることを意識づけさせ、四球を減らすことを徹底して選手に教え込みます。その結果14日終了時点でチーム防御率が 2.48、 先発が 2.52、 救援が 2.39 と劇的に改善され、接戦も落としにくくなっています。一方の四球数はリーグワーストとなっています。しかし投手が良くなった一方で打線が曇る事態となっており、チーム打率2割3分2厘、得点数は177と現在頻打にあえいでいる阪神と変わらない数字に、得点圏での打率が2割3分1厘とワースト2位となっており、その結果連敗も記録。13日の楽天戦に敗れたことでついに借金生活に転落するなど苦しいシーズンを送っています。もっとも現在は貯金を作り始めており、首位への可能性も全然ありえます。ただ自慢の投手陣が崩れ始めており、チーム周辺では補強は急務との声も聞かれるそうです。そんな巨人ですが、ある関係者によると、もちろんフロントは手をこまねいて見ているわけではありませんと、選手の補強に関して準備を始めているといいます。パリーグと対戦する交流戦に入って、巨人の編成担当者の動きが慌ただしくなってきた。交流戦明けに他球団とのトレードを画策しているともっぱらです。例えば野手だとオリックスの T 岡田、チームは若手を積極的に起用しており、年々出番が減っている上にファームでも打率1割台と振るわないですが、2010年に本塁打王を獲得するなど通算204本塁打の実績がある。他球団ならもう一花咲かせられるかもしれない。そして戦術した投手陣も再整備が必要となっており、球団編成担当者は巨人は開幕前から左投手を探していた。可能性がありそうなのはソフトバンクの最速153キロ笠谷俊介。ソフトバンクの巨大戦力に埋もれ、今季は1軍登板こそないが2軍での防御率は1点台。さらに21年の最優秀中継ぎ投手ながら近年は不振が続く日本ハム堀瑞希は環境が変われば復活するかもしれません。新助っ人補強にも動いています。今年は7月末の期限ギリギリまで補強を模索するつもりでしょうと予想しています。一方巨人側で人気が高いというのが重信慎之介選手だと言われています。2015年にドラフト2位で入団し、今のところ全シーズンで1軍出場を果たしている重信選手。2018年には臨時コーチを務めた松井秀喜さんから目立った選手として岡本和真選手と共に名前を挙げられ、シーズンでは8月以降は負傷離脱した坂本選手の代わりに1番打者としての起用が続き、9月2日の対中日戦では松坂大輔投手から右越えにプロ初本塁打を放つなど活躍。出場試合数は前年を下回ったもののスタメンとしての出場を増やし、打率2割8分1厘47安打2本塁打13打点と、
キャリアハイの成績を残し、2019年には自己最多の106試合に出場し、打率2割6分6厘、2本塁打、16打点、14盗塁を記録。東京ヤクルトスワローズ戦では自身初のサヨナラ打を放つなど、限られた場面でも活躍してみせ、チームを支えていました。しかし2020年から出番が減っていくと、昨年は現役ドラフトで獲得したオコエ瑠選手や、広島から復帰した長野久義選手の加入、さらにはドラフト会議で即戦力外野手として萩尾雅也選手を獲得したことなどから、春季キャンプを2軍で迎えることに。一方で宮崎県で強化合宿を行う WBC 日本代表にサポートメンバーとして帯同することが正式発表され、その後サポート期間終了後に松原選手と共に1軍に昇格。そのまま開幕1軍入りを果たすと、代走守備要員として6試合に出場し、外野すべてのポジションの守備につくなどサブで活躍。その一方で打席に立つ機会が全くなく、後半は代走の切り札として活躍。打率も1割5分7厘と低迷しており、今季も1軍に帯同していますが、基本的には代走や守備固めが中心で、打撃面では打率7分7厘という状態に。いい選手ではあるのですが、どうももどかしい状態が続いており、他球団からすればレギュラーとして活躍できる可能性が高いとして注目されているようです。実は重信選手のトレードの話はかねてから噂されていました。巨人はかつての主力だった田口投手や沢村投手も放出し、代わりに若い打者の広岡選手と和樹選手を獲得。プロ野球界は他球団で活躍されたらフロントの責任問題になるという保守的な文化が根強く、トレードに消極的な傾向がありますが、この風潮を変えようとしているのが巨人で、原辰徳監督の信念で限られた選手生命で選手たちが最も輝ける環境を配慮し、トレードを積極的に断行していました。この考えは今も巨人にあると思われ、シーズンオフには実力はあるものの出番が限られていたウォーカー選手を放出。そのため重信選手放出の可能性もあるようで、巨人担当記者は過去に他球団からの評価が高い重信をトレードに出す可能性は十分にある、ポカが多い選手だけど持っている潜在能力は高い、少しのきっかけで覚醒する選手の一人です、田口をトレードに出したのだから今後もトレードがあっても不思議ではない。重信に限らず、驚くようなトレードが発表されるかもしれませんと話していました。もし重信選手がトレードとなった場合、どの球団に行くのか。可能性としては野手の層が薄い西武やロッテ、意外なところでは同一リーグのヤクルトなどもあり得るでしょう。もっともシーズン中に同一リーグに行くことはサインの関係もあってほとんどないため、行くならパリーグでしょう。特に西武はご存知の通り打線が何もかも足りておらず、特に一番のポジションがずっと空白となっています。重信選手は巨人時代一番での起用が多かった選手で、経験も豊富、現状の打力では苦しいでしょうが、環境を変えることで化ける可能性は十分にありますし、移籍してもおかしくはないでしょう。ポテンシャルだけ見れば不動の一番打者になれ、阪神の近本選手になれる可能性も秘めている重信選手。果たして放出されることはあるのか、今後の動きに注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。